こんにちは、広瀬まりです。今日はなんと寒波が襲来ということで、雪の木下城伝書館堀部でございます。あまり積もってはいませんけれど、でも土のところにはこう積もっていたり、屋根には積もっています。また雪の日も綺麗でございます。屋根が綺麗だね。で、養蚕部屋の方もこんな風に見えております。こちら側はないですね。風の向きによってやっぱり雪の積もり方が違うようですね。北の方から北の方側にはいっぱい雪がついております。植物は強いですよね。こういう時にもちゃんとこう芽吹きながら、ローダンツツキですけど、芽吹きながら春を待っているようでございます。植物たち、すごい、この中でもやっぱり水仙は咲いてますね。2月の花になります。水仙がここにも咲いております。ほら、美しいな。なんかちょっとほっとしている私でございます。